どうもお疲れ様です。起業ね。私にとって起業ってのは別に特別なことじゃなくて、小学生の時に野球やるやついるとかね、ドッジボールやるやついるっていうふに呼びかけて、あ、やるやる、寄せて寄せてって人が集まってくるじゃないですか。まあ、それと同じ感覚ですよね。まあ、あれも言ってみれば集客だったのかもしれないですよね。普段嫌われていたりとか、やってみるかいっていうふうに、言い出しっぺになる度胸がなければ、人は集まってこないわけですよ。 結果、誰かが、ドッジボールやるかいっていうのを待つだけになっちゃうんですよ。だから就職活動っていうのは、人が欲しいんですけどっていうふうに募集してるところをずっと探しに行くっていうことだったんで、で、しかもね、その人を募集してるところが、必ずしも自分の好みである可能性ってのは、低いわけじゃないですか。で、唯一自分の希望通りの組織に入ろうとしたら、自分が作ることだなと思ってたんで、私の場合はいつもね、 リーダーシップになることとかあの、まあ、リーダーシップを持つような役割を、まあ、好んでましたね。うん、だから先頭に立つことが、まあまあ、当たり前のように思っていたんで、まあ、自分の軍団を持つとかね束ねるとかねさもなければメンツは一人もいないけども自分一人でやるみたいな感じですか。うん、あそれがまあ 当たり前だと思ってやってたんでどこかのグループに入るとかっていうのはあんまりなかったですねうん、まあ、グループに入れてもらうとかってあんまりなかったですねそれはね、うん、唯一あるとしたら部活に入る時ぐらいじゃないですかねこの部活に入りたいんですけどっていうふうにね入部申し込みをするとかそこでのセレクションを受けるとかねまあそのぐらいだったと思いますねだから起業するっていうのはドッジボールやるかいって声をかけるのと私としては同じような感覚ですね 大したことじゃないないむしろその逆で自分の気に入った軍団に入る方の方が難しいっていうかね、うん、まあでもまあ大学出てからは就職を目指したわけですけども、うん、まあそれはそれで良かったかなと思いますけどもやっぱりねその組織の中にいても自分の軍団作りましたね、うん、俺軍団自分軍団ってやつな <laughs>、うん、だから久保派閥ってやつはね、うん、まあなんかそういう勝負んでしょうかね 今では速化塾というね私のグループがあるということです。